おはようございます、高橋です。今日はですね、じゃん、今六本木ヒルズのたもとあたりなんですけれど、まあ、これからねヒルズこれ抜けて、でこれずっとまっすぐ行くとね赤坂とか、あのこのまま行くと皇居に行くんですけれど、まあ、そっちの方へ向かってねちょっとウォーキング、していこうと思います。今日はね結構寒いっす。10度ぐらいしかない。やっぱさ六本木ヒルズはかっこいいっすね、いつ見ても。今日でさウォーキング、4日目になるんですけれど、やっぱりねいいっすね、こうやって毎日ちゃんと運動するっていうのは。だいたいまあ1時間弱ぐらいですかね、こんな感じでこうウォーキングをして、朝ね過ごすようになってるんですけれど、やっぱね脳みそが絶対このね体を動かしてるのがねいい感じです。もうね家の中にね閉じこもってね、ネガティブなニュースばっかり見てると精神的に良くない。半密っていうのはさすがにやっぱりやばいけれど、まあ、こうやってね外でね風に触れながらも誰かとさ密にすげえ近い距離でさ会話するわけでもなんでもないから、これだったらね、まあ、このまんまこうなんかこう進めていた方が本当にね精神的にまずねいいっすよ。これ脳みそがネガティブモードにねなんかこう負のさスパイラルに取り込まれないで済むから。今ね六本木のさ交差点のところまで、来ました。あそこの左の上に見えるのがあれミッドタウンです。帰りはね向こう側の方からくるっと回ってこようと思ってるんですけれど、まあ、行きはねこのままちょっと六本木通り沿いをずん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 進んでいこうと思ってます。夜の街をおじさんたちは避けてくださいって小池さんが言ってるさ、まあ、中心的な都市の一つがここ六本木ですもんね。まあ、今はさもう朝だから誰もいないというか、多分夜もねもうお店だいぶやってないと思うんだけどね、夜は出歩いてきてないんでちょっとわかんないけれど、ニュース見てる限りではねお店みんな自粛してお休みモードになってんじゃないかなみたいなさ。今日もねこれ結構風が強いっすね。これね結構風が強い。それでさ今ももしかしたら風の音結構入ってるかもしれないですけど、先日も視聴者さんにねコメントもらって、渡郎さんです、渡郎さんからね、コメントもらって GoPro のねこの風切り対策なんとかした方がいいんじゃないですかなんて、いや確かにそうだなと。であんまりさ風切り対策のこと考えてなかったんだけど、まあ、そこでですねコメントいただいたその夜だったかな、もう速攻で Amazon でポチってGoPro、今僕これ使ってるのが GoPro8 なんですけれど、これのさ周りにもう全面的にかぶせるこうスポンジがあるんですよ。調べたらGoPro の純正じゃないんだけれど、でそれがね多分今日きっと届くと思うので、明日からねそれをかぶせて、運用しようと思ってるんだけれど、そうするとねもう風この「ボー」っていう風の音が。
相当だいぶ軽減されるみたいなんで、明日から平気かなみたいな。今日は、ちょっと風強いところがいろいろちょこちょこあるので、少しね音声が聞き取りづらい部分があるかもしれないですけど、お付き合いください。あとね、今朝、今これさ、ウォーキングにこれ出てくる前にまた新たなものをね、ちょっと手に入れたんですけど、ゲットしたんですけれど、何を手に入れたかっていうと、Zoom 使ってさ、 Zoom もなんかね、最近ニュースにすげえここ数日出てますね、セキュリティがどうもね、大丈夫かなとちょっと思ってるんですけど、まあでも今の段階だとあれ使ってオンラインセミナーをやらないと、まあ、あれ以外でもいいのかもしれないけど、まあ、一応あれが便利なんで、Zoom でやっぱり行こうと思ってるんですけど、で昨日もさ、ちょっと触れたんだけれど、やっぱりさ、運用が今の段階だとね、ちょっとしづらいっていう部分があるんですよ。まあそのカメラとかさ、その位置とかさ、画面のその大きさとかさ、普段がやっぱりこうセミナーをやっているその感覚でやろうとしてもさ、なかなかやっぱりこういつも通りみたいな感じにはいかない部分があって、それはどうしようかなと。で今ね、多分めちゃくちゃこう自分の中で不自由なことが、 MacBook Pro の上についてるこう内蔵マイク、内蔵マイクじゃないや、カメラでこう撮っていて、でそれの僕のこう後ろにいつもセミナーで使ってるホワイトボードがあるんですよ。でさ、結構ホワイトボードって板書っていうスタイルもやるんで、ホワイトボードが後ろにその MacBook Pro のカメラにこう映るような位置に、セミナーのこう演台とかをさ、こう調整してこう前の方に持ってきたりとか、あとそもそも MacBook Pro のこう開閉側のね、すると思うんですけれど、そのカメラがちょうどホワイトボードがバチッとこうね、映るぐらいのこう向きにさ、角度しとかないと映んないじゃないですか。それでそこのなんていうのかな、画角範囲のさ、カメラが映しているホワイトボードの前から動けないっていうのが今のその現状なんですよ。そうするとさ、基本的にはいつもね言ってるんでことなんですけれど、セミナーやったりさ、講演会やったりする時とかってめちゃくちゃ基本このなんていうのかな、こっち動いてみたり、あっち動いてみたりとかさ、スクリーンのところこうやって触ってみたりとかってやるような、なんかそんなような感じで自由にこう動き回ってるスタイルっていうのが、話しやすいっていうかさ、自分自身ねっていうのがこうあるので、それをなんかこうさ取り戻したいというか、あるんですよ。そうするとね、もっともっとこうなんていうのかな、リズムよくこう脳みその中もさ、こういうこと話そう、こういうこと話そうっていうのがやっぱりこう出てくるんで、そのようにこうしたいなと思ってるんですよ。でそのほら、今問題になってるのが、レンズでしょ、ノートブックの角度が、じゃん。なのでそうだと、ひらめいたのが、ひらめいたってことまででもないんだけど、普段さ、メインでこの YouTube 撮影してたりするのがソニーの α7-3 っていうミラーレスのさ、フルサイズセンサーを搭載している綺麗に映るカメラを僕は普段使っているんですよ。でさ、それってやっぱりめっちゃ画像が綺麗に映るんですね。僕のいつもの事務所の中で撮ったりしている映像っていうのがもうまさにそれになるんですけれど、それを使って、だからの MacBook Pro のカメラに向かって喋るんじゃなくて、自分のだから1メーターとか2メーターぐらい先とかに大きい三脚を立ててさ、それで一眼レフカメラをそこにセットして、でそこに向かってなんか喋ろうかなと思います。真正面に向かって
とね、その細かいさパソコンの画面の中に向かって喋ってるんじゃなくて、しかもそのミラーレス一眼を使った時に広角レンズ、画角がさすごくこう広いようなあのレンズをも使ってるんで、それを使えばさ結構大きな範囲を撮れるんで、そしたらホワイトボードのさところ周り近所ゴニョ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 僕はいつものようにこう動いても、多分きっとね見ている人たちもあのホワイトボードも見れるしみたいな、で僕もほら動きやすいからさ、いろいろこうなんかさわーっとこう話がしやすくなってくるしみたいな、そういう風に思ってさ、じゃあ、ズームとかにさ一眼レフのカメラとかをウェブカメラの中の代わりに一眼レフカメラを使うってことですよ、できんのかなと、でやったことないしそんなことさ、それでいろいろこう調べたんですよ。そしたらね、まあ、なんかいろいろあるんですね、そういうさこう接続するキットみたいなやつが、しかも簡単に、でそれがね、今日朝ポチったのが2万5000円ぐらいするのかな、で多分明日か明後日ぐらいに届くんですけれど、でそれを使うと普通にズームにこうつなげた時に一眼レフカメラをカメラとして内蔵カメラの Mac の内蔵カメラの代わりに使えるみたいなんで、よしこれで行こうみたいなさ、でそれに合わせてさなんだ充電、もうミラーレスカメラのさ、バッテリー気にするのも嫌だから、ずっともうアダプターから電源を取ってそれカメラ代わりにさ撮影しようと思ってるんですよ。だから3メーターとかなんか確かそのぐらいのさ、USB-C かのケーブルか、それも1個と、同じタイミングで発注して、あとはねそうだからそのなんか2万5000円ぐらいのなんとかってやつに接続するためのアルファ7-3一眼レフカメラと、その新しく買ったなんかこんなちっこいさ接続キットなんだけれど、それを HDMI でどうやらつなぐらしいんですよ。でカメラ側っていうのがHDMI がさテレビとかにつなげるような大きい口じゃなくて、マイクロ HDMI みたいな感じで、すげえちっこいやつなんですよ。なのでそれもね4.5メーターぐらいかな、一応ね Amazon の中で探したところ、一番長いのがそのタイプだったんですよ。なのでそれもね一緒に買って、だからコード2本とそのなんかこうさカメラをカメラ と、ミラーレス一眼カメラと MacBook Pro の間に入れるなんかさ、その機材というかね、そんな大したあのでっかいものとかじゃないんだけれど、その3点セットをねちょっと買ってみました。で、まあ、週明けにはさそれ使ってテストできると思うので、まあ、週明けってだからもう明日か明後日ね、あのテストできると思うので、ちょっとねその辺のねレビューもうまくいくかどうかわかんないんだけどさ、まあ、ちょっと一回実験してみようという感じです。どんどんねもう進化させていかないとさ、今まで通りのことをただ何にもさ対策しないでやってたってどうしようもないことだし、そもそももうセミナーだってさ何だってそうだけれど、今まで通りにできないんだから、もうどんどんもう変えて変化させていくしかないじゃない。まあそのためのこう一つね、まあ、一環としてさやってみたんですけど、これほら倉庫言って歩いてるうちに、ここそこの目の前に見えるのあれですよ、あの安倍さんいるとこ首相官邸だっけ、そこね、駅で行くとさ地下鉄のこれ為池山王っていうところです。よし、こんな感じはよくテレビで映るでしょ、ていうか風がすごいよこれ本当に。いやだいぶ体が温まってきました。そこさ
アパホテルの見えるかな、大きい看板が上にさ見えてきましたけれど、アパホテルさんもあの社長偉いっすよね。あの軽症のコロナのさ、まだ軽い患者さんたちをさ受け入れる、ホテルとしてさ速攻で手を挙げましたもんね。素晴らしい。もうこれね、まっすぐそこ行くとね赤坂のあの駅なんですよ。であっちまで行かないで、ここのさ赤坂のちょっと、ど真ん中をさぶち抜けて行こうと思います。やっぱりさ飲み歩いた後のギャーとか大騒ぎしてる人は全然いないですね。タリーズはやってますね。テレビでさニュースで昨日夜かな、寝る前に見たのは、スターバックスもほとんど全店休業にするとかさ、そこにほらスターバックスあるけどやっぱやってないもんね。これ今さ赤坂サカスですよ。大きいこの建物が TBS 赤坂駅ね、地下鉄の。ちょっとこっち行ってみようかな。ちょっと裏路地探検始まりました。こことかはね通ったことないです。おお、こんなになってんだ、知らなかったね。どこ行くんだろうこれ、まっすぐ行くと。これはラブホか。ちょっとなんかこのまままっすぐ行っちゃっても、もっとこっちのさらに裏路地みたいなとこ行ってみようかな。よし、あのほら上にヘリポートついてるのがさっきの TBS ね。でかいね。しかしさ、このここさ1週間近くまたこの GoPro8 にさ興味を持ち始めたわけじゃないんだけどさ、またちょっとハマりだして、危ない危ない危ない。こうやって毎日使うように今なってるんだけど、本当にこれ便利ね、手軽で。やっぱり、まあ、さっきのさ言ってたあの風切り音とかさ、ちょっと対策しなきゃいけない部分あるけれど、基本的にさマイクも外部マイク、外付けのなんかこうマイクを最初つけようとか買おうとかって考えていたんだけれど、もう GoPro7 の時とやっぱり比較するとさ、圧倒的にこうマイクの性能も良くなってるんで、なんかもう全然いけるよねこれね。はあ、どうなってんだこれ。こんな坂道ちょっとね、これ下って、多分そこにそびえ立ってるのがあれね、ミッドタウンで、そっちが六本木ヒルズでしょ。ちょっとねこのまんまあの細い道とかをね突き進んで行きたいと思います。これさ今突き進んでいこうと思ったんだけど、これまたちょっと怪しいよねこれね、行き止まりになっちゃいそうだよね。ちょやめて、こっち側からヒュッて行ってみようかな。行ってみます。この辺もさとにかくあの坂道がめちゃくちゃ多いんですよ。さあちょっと今坂道を登り切ったんだけれど、ここも初めて通る道ですねこれね。これなんだろうね、これ左側のこのジャングルみたいになってるところは、ここのね右側はどうやらなんか神社みたいな感じです。あ、じゃあこれは公衆便所だ。よいしょ。いや、ほんと坂道が半端ない。あ、これだ、氷川神社だって。あ、こ
この辺ね、でもね、氷川神社っていうのがすげえいっぱいあるんですよ。渋谷関係も含めて。赤坂氷川神社って、ちょっと先へ進みます。なんかさ、この辺のこの、見てください、これ一体、一体じゃないや、一角だけこれ見ると、なんか避暑地のこう別荘地みたいな、なんか感じがしますね。面白い。ほら、ミッドタウンのたもとにたどり着いてきました。すごいね、これ一戸建てかな、これ半端じゃないな。よし、このまた坂道を、はあ、登っていきたいと思います。はあ、今のこれ一戸建てだわ、やっぱりお家。いや、坂道、登り切りました。もちろんここも初めて通るストリートです。これはなんだ、フランシスコ会だって、教会って書いてあるね。よし、ちょっとこれミッドタウン側にちょっとよっ曲がってみます。はい、出てきました。これあれだね、ミッドタウンの側面に、ほらこれミッドタウンに、出てきました。これ、ね、初めて通ります、ここも何気に。行ってみます。はい、これでね、今ミッドタウンの正面に出てきた感じです。あー、今日は車もでも少ないっすね。今ね、ここの脇を上がってきた感じです、この坂道ね。またね、ここのちょっと裏路地ストリートから、行きたいと思います。いいっすね、子供たちがまた公園で遊んでる。ほらほら、六本木ヒルズがあそこに見えますね、たもとあたりです。さあ、これで家帰ったらね、腕立てやったりね、あの自重の筋トレやって、シャワー浴びて、そこからはまた映画タイムかなみたいな感じです。ではまた。